こんばんは。元ゴミ屋敷住人の元男の子の青木かのんです。今日ですね、この新居に住んでから約1年経ったので、今現在の家の中の状況をお伝えします。しかもですね、なんと今回タイアップであのヤフオクさんとコラボしていただけることになったんですけども、出品する商品をですね、迷ってて、今日は大掃除をしながらヤフオクさんに出品する商品を探していきたいと思います。そしてですね、実は今回ヤフオクで応援を商品タイトルにつけて出品すると、私の出品した商品の売上金が医療従事者の方に寄付されるとのことなんです。それだったら大掃除と寄付で一石二鳥じゃないですか。今ですね、パッと見綺麗じゃないですか。てかめちゃめちゃ綺麗だな自分で言っちゃいますけども、でも実はそんなに私は綺麗な生き物じゃないんですよ。一応ですね、私は人間なんですなので今日は私の人間らしさを皆さんにお披露目します。はい、ということで、まず一つ目がエアロバイクがハンガーラック化してるということです。もうお察しの通り全然使ってません。そしてですね、二つ目はこちらです。どうぞこれちゃんとあれ洗濯したもんなんですよ。でタグもついてますし、ということで今から出品する商品を探しながらお掃除をしていきまーす。なんだこの空豆みたいな顔して。これさ、一回も来てないじゃん。何やってんのこれ。ハグついてるんですけど、これさ、企画で着た服ってことか。売れるんじゃないのこれ。これとかあれだ、野球企画で着たセーターだこれ売れるんじゃないな。あのエアロバイクとかって売れないのかな。これさ、これさ、よっしゃ、こんな感じで畳終わりました。畳かなり長い。これもかなり私の中で有力なんですよね。一応綺麗にしとこう。ほこりかぶってる。ちょっとどうしよう。何が売れ筋なのかな。決めました。私が選んだのはでんこちら、エアロバイクに決めました。こんな感じでですね、長年私の部屋の入り口の目の前にずっと立ちはだかってたわけですよ。まあ、私的にもまあない方が生活に支障をきたせないなーって思ってまして、ということで今回私もヤフオクでこのエアロバイクを出品させていただくことにしましたいくらぐらいなんですかね。今回の新型コロナウイルス医療支援寄付企画なんですけども、視聴者さんの皆さんも寄付応援として参加することができ、期間中に出品された商品のタイトルにヤフオクで応援と入っていた商品数かける10円を医療従事者さんへの寄付に充てるそうです。また特設ページのツイッターのシェア数でも寄付につながるそうです。私は今回の売上金を寄付させていただきます。皆さんもぜひこちらのヤフオクで応援に参加してみてください。ちなみにヤフオクをやったことがある方はお分かりだと思うんですけども、出品はとても簡単です。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントも画面の下にありますので、そちらもフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。